おはようございます。あれ、はい、はっくん来てます。はっくんです。はい、みなさんにおはようございますです。お、甘えております。かわいいっすね。今日もかわいい。そして今日もこんなだらっとした感じで始まっておりますが、ありがとうございます。今日は縦林木綿を着ました。ちょっと薄手かなって思ったんだけどね。で、本当に実際薄いんだけど、中を調整すればうまいこと着れます。で、前も合わせましたが、菊の花のねベージュの手ぬぐい半襟とモスの長襦袢、これも薄手の、かなり薄手のモスなんですよね。で、縦林木綿です。中に毛糸のタンクトップの形になってる、膝ギリギリ上ぐらいの毛糸のね、なんかワンピースの中に着るワンピースみたいなのを着ています。そしてレッグウォーマーをつけて捨てデコにしております。ちょっと家の中での要塞比率が高すぎるアイロンとかかけるとね、暑いからね。そうだよ、なんかこれぐらいでちょうどいいやみたいな。なんかあんまりたもとがぐちゃぐちゃにならん着物を着たいと思って。で、この縦林木綿はこの前初めて洗ったんですよ。本当はもっと着てから洗いたかったんやけど、確か何、そう、おはしょりに米粒が落ちたんだよね。で、バリバリになっとったんだよね。夜の車の中でおにぎりを食べたらそうなりましたそうなるよね。私結構ね、その日はね運転しながら食べてなかったんだけどね、マネージャーが運転してくれてたからゆっくりおにぎり食べたつもりなんだけど、しっかりついてたと。うん、洗いましたよ洗わんなんなと思って洗いましたよ。まあ、ウールとかね、木綿はそんな感じで気軽に洗えるんで、普段着でも本当に気が楽ですね。あまり着物だからと気をつけて動かなくてもいいっていうのが楽なとこだなと思いますね。なんか、まあね、いろんな考えの方いらっしゃいますけどね、昔からの考えの方とかね、昔って言ってもどこまでの昔なんかね、ちょっと分かんないけどね。ここまで着物を普段着で着る人が減っちゃうと、もう新しく考え方変えたらいいんじゃねえかなって思いますけどね。木綿は便利ですよ、やっぱり。今の時代に合っとるしね。木綿、やっぱりコットンっていうのが洋服の世界でも見直されてますからね。いいじゃん、着物だって。でもまあ全部がね天然繊維じゃないと嫌だとか、そこまで私はこだわりはないんですけどね。ただポリだけの着物っていうのはちょっと着づらくて好きじゃないんですよね。ウールと化繊が入ってたりとかね、化繊と綿だったりとか、化繊と麻だったりとか、そういうのは別に着てても別にそんな違和感もないし、シワにもなんないし、なんていうの、乾きも早いし、縮まんし、天然繊維の弱点をうまいことカバーしとるんだなって思うんですけどね。ただ100
ぱ河川とかは本当に苦手なんですよね。やっぱ肌触りは天然繊維の肌触りが残っとるのがやっぱり好きかな。うん。例えばこの前インスタで富士工房さんのインスタで藤井しぼりさんがなんか麺やけどちょっとレーヨン入れてなんか染めの麺の着物作っとられましたね。レーヨンと麺はすごいいい相性やと思う。レーヨンってまたすっごい柔らかいんですよね。その化学繊維の中でも絹みたいなっていうので出てきたんやけど、でも洗うとすごい毛玉が出ちゃうんですよね。100パレーヨンだと弱いのね。そこを木綿がフォローすればすごくしなやかでいい生地になると思いますね。近かったらね触らしてって行くんやけどね、ちょっと遠いってはい、今日はこちらのはいぶどう色のね、ぶどう色って言ったらいいのかな、なんだろうね、小豆色までいかないんだけど、ちょっと暗めの赤色の、縞柄と、で、ベージュに合わせてパキンって黄色持ってきました。こういう色合わせは、私は個人的にすごい好き。おー、来た来たって感じだった。その生地がね、今一番気になっとる、私の中で。キャーって。あら、良さげな生地ねーと思って、インスタで見とったの。ね、染めの木綿だって。染めのウールみたいだね。なんかね、そう、時代劇じゃない、あれなんて言ったらいいの、大河のね、年家とマスで出てくるような小袖柄のそんな染めがあったらいいなと思って柄がね見てたんですけどね、あれだよね、ここにこう線が入るやつね、昔のね、あれでちょっと憧れがあるんですけどね、どんだけ昔やねんみたいななんかね、それ絹であったんやけど紡ぎで、さすがにそれは新品で買う気もせずスルーって感じやったけどね。あ、そっか、絞りだとそういう柄も出せんだと思ってぼーっと見ながら考えてたんですよね。かわいいよね、あの時代劇の小袖の柄好きなんですよね。島やね、江戸時代のもう島といったら江戸時代みたいな、多分昔の人って本当日本人おしゃれだよね。なんていうの、一般の方たちが本当におしゃれだなと思う。そういうデザインしてた人がさ、生産者なわけでさ、いやー、おしゃれな国だなと思いますよね。
好きよ。今日はこんな感じです。ほらもう、はい、あ、やっぱ好きだねこういうコーディネート私。うん、なんかなんて言ったらいいの、普段着みたいな感じで。はい、今日は菊の花のね、手ぬぐい半襟と、これが合わせやすすぎてなかなか次に行けないという。そして、遠くから、遠くで離れるとね青に見えるんですけど、実は紫が多いんですね。ここが紫でここが青が入ってるんですけど、離れると青い島に見えるんですけど、実は紫が強い着物でございます。でこっちはちょっと暗めのなんか茶色みたいなのとか赤茶みたいなのが入ってて、ちょっと緑の茶色みたいなのが入ってるんですよ。いい島でございます。館林木綿、ゆうこさんとこれもお揃い。はい、そして帯はペラ帯です。伸びも楽なんですよね。帰ってきたんで早速と使っておりますが、こういうのにね赤を合わせるとここの赤茶色が綺麗に赤色と反映されて綺麗な色に見えるんですよね。で帯締めは黄色、襟にも合わせておりますが、実はここのラインとかにも黄色使われてるんですね。それですごく着物と馴染みます。で足元は、はい、手作りの旅でございます。冬用でございます。もう次が使えれな、お、ののちゃんとビンちゃんが喧嘩しております。はい、自分の冬旅が作れない。はい、今日こんな感じです。かんざしは青色のトンボ玉でございます。そう、作れないんだよね今。ちょっと息子とマネージャーの旅を制作中なんですよ。で、ほら、昨日ね、これ旅底ね、旅底に寝る生地貼ったやつを先にミシンでこうやってかけるんだけど、合印のとこだけペンで印してたの。だから、最初に使ってたペンがピンクだったんだけど、それ、2日から4日で自然に消えるって書いてあったの知らなくて使ってて、昨日の夜振ってみたら印がないってあーってなって、もう一個の青い方の水洗いしたら消えるっていう方のペンにで合印をし直して焦って縫いました。もうね、これは全部旅底ですよ。これな、前これ使いましたね、私の半歩8号でしたっけ。これは朝の葉、今私が履いてるのと同じです。で、この間行った時に見つけて、これも買い足したんですけど、はい、亀甲文様でございます。緑ね。これも可愛いなと思って。あとは、格子ですね。で、まあ、赤茶色です。はい。何足作らなのやって、4足ですよ。大変です、はい、そこだけ作ってふみたいな感じですよ今。ちょっととりあえずマネージャーの旅の残布があったんで、それで1個無理やり取れるかなと思ったら取れたんね。だから60センチで3足取れた。結構お買い得。それを考えると旅は作った方が安いなって思うんだけど、てかまあ楽しいからいいんだけどね。で他に、まあうちの息子さんはジミオくんなので、黒い感じの旅にしなきゃなと思って、黒ベースの生地を2枚買ってきて、それを作ってあげなきゃなみたいな感じですよ。とりあえずマネージャーには2足、息子には3足冬を作ろうかな、全部でと思っております。なかなか険しい。自分の旅作りたいんだけどな、カバンも作りたいんだけどな、とかっていつも思いながらやってるんですけど、しょうがないです。息子のことになると、母ちゃんはスイッチが入ります。だからね、大量に作っとったら、保育所の頃思い出した。懐かしいなと思ってね。息子が保育所の時に
年長の時に息子が通っとった保育園が合併したのよ。統合してすんごい大きい保育所になって、富山なんだけどね。で幼稚園と違って保育園って大体なんていうのかな、運動会の衣装って保育園が所有してるのを貸し出しみたいな形なんですよね。親が毎年作るみたいな、そういう手間をかけさせないんですね。まあ、働いてるお母さんっていう考えで預かってもらってるんでね。だけど人数が急に増えて、作らなきゃいけなくなっちゃって、女の子のとね、男の子のと、男の子がサテンのね、真っ白の短パンで、女の子がサテンのスカーフ、赤いスカーフだけだったんだけど、まあ年長さんが3倍ぐらいになっちゃったんで、その人数作んなきゃいけなくって、で私は、まあ、その頃割にハードワークだったんでいつもやみたいな感じやけど土曜日とかも、合併してからそこの保育所が土曜日も7時まで保育してくれるようになったんですよ。なんでそれまでは2時には迎えに行かんなんかってんけど、だから土曜日だけ半日しか出てなかったんですけど、土曜日も夕方の5時まで働けるようになって、その頃マックで働いてたんで、マクドは土曜日がめちゃめちゃ忙しいのね。でハッピーセットの初日がだいたい土曜日と絡むようになってて、その頃だから初日にマネージャーがいないって、マネージャーをやってたんですけどマネージャーがマネージャーで作れて表も裏もできる人が途中ピーク終わって、それを盛り返す前に帰るって結構痛くって、でせめて3時ぐらいまでおれば、午前中からインしてる子たちが休憩して戻ってくるまでおれるんやんてね。でも2時に帰らんないかんって言ったら休憩に行けなくなっちゃうんだよね。で休憩の時に2人とかになっちゃって、もう絶対夜とかバッタバタになっちゃうのね。あんまり夜ピークのないマックだったんだけど、小さいマックだったし。だけど私が夕方まで預けれることを分かってから、土曜日も結構そういうハッピーセットの初日とかの時とか、あと新商品の最初の週とかは割に私いなきゃ、なんかね、ずっとやってたフリーターの、サテライトって言って小さいスーパーさんのショッピングモールの中のマクドだったんですよ。だからそこの店舗に店長がいないお店で、マネージャーっていう資格を取ったフリーターの方が店舗責任者をやられてたんですけど、私がマネージャーになった時に、そのなって一時たって、その方がずっと付き合ってた方と妊娠して結婚することになってしまって、で急に妊娠しちゃったんで、でそのなんか妊娠がちょっと大変だったんですよね。体調悪くしちゃって、それで全然出れなくなって、急遽私が社員の子を、なんていうの、社員を回すこともできなくて、人手不足で私が店舗責任者になってた時期があったんですよね。だから結構重要ポジションでやってた時が一時あって、その時にちょうど息子の保育所が長く預かってもらえるようになってすごく助かったんやけど、息子がその土曜日迎えに行ったら、先生たちが一生懸命型紙を作っとったので、ね、仮縫いしとったので、年長でずっと預けられてるのがうちの息子だけだったから、翔丸がなんていうの、体貸してこのサイズでいいかなとかって先生やってたのね。で見に迎えに行ったら先生たち必死でやってて、何してんのって言ったら、運動会の衣装を作らなきゃいけなくてって言ってて、で合併する前はうちの蓮迎えが保育所だったのね。だから運動会のもう
1週間2週間前に保育所の先生が夜9時とか10時まで仕事してるのを私は知ってたのね。で、皆さんお子さん子供が好きで保育所の先生になってるから、結婚したら皆さん結構子供さんおられて、同居で親が見てくれるって言ってもやっぱり子供のそばにはいたいじゃん。子供が好きでこういう仕事をしているのに自分の子供といる時間が少ないなんて、なんて切ない仕事だろうと思って見てたんですよ。だから他の初めてのさ、でっかい合併した運動会だし大変だろうから縫うよって言って縫ったんですよ。その保育所の年長さんの短パンとスカーフを。でもその頃本当に腰を悪くしてて病院にも行けない状態で、裁断机もないから、とにかく裁断と印付けまでしてくれて、縫うだけだったら私が全部するよって言って、で縫うだけにして、あとはゴム入れるだけにして渡すから、そこまでしてくれたら私はミシンでいくらでも縫えるから縫うよって先生に言ったら、先生がお願いしますって言ってくれて、それで印付けまでしていただいて、しかもその時本当に時間がなくって、スケを作んなきゃいけないで、なんだろう、月末の棚卸しまでの間、一瞬の本当休みの日とかが1日とかあって、この日にくださったらこの日で終わらせるからって言って、でその日までにくださって、でまあバーって徹夜して全部塗って、で息子がお母さん徹夜しとったって先生に言ったらしくて、先生全員にごめんなさいって言われたんやけど、でも縫ってお渡しして、でもなんかね、そのなんか誰がやってくれたって言われるのが嫌で、なんか洋裁を得意としていると結構できないお母さんからねんね作ってって平気で言われることが多くって、それがすごく嫌だったんですよ。自分の子供のそういうものはお母さんが作る方がいいと思うしね、教えてって言うんならわかるけど、なんか暇な時作ってよっていう感じで言われるのがものすごく嫌だったから、それがブワーってくるのが嫌で、作ったことを内緒にしてくださいっていうのが私からの絶対条件だったんですよね。もう内緒でお願いしますって言って、で内緒だったから先生たち会うたんび全員の先生がこっそりありがとうお母さん、ありがとうお母さんっていう変な感じだったんですよ。そう、でもその時は本当に息子がね、年長さんで、そう、団長さんをして初めてね、すごい恥ずかしがり屋で、人前で喋れんくなると全く喋れなくなる子だったんで、トラウマになるかもしれない、失敗したらって。でも成功したら翔丸のすごく糧になって、小学校上がってからが楽になるからって言って、全部先生がねすごいサポートしてくれて、年少からずっと見ててくれた先生がずっとねそばで、翔丸のそばでね、団長さんの声出すように、5クラスあったんで5人団長さんだったんですけど、でもうちらもそのうちの自分の息子の悪い癖を知ってたから、本当に成功するか失敗するかその時しかわからんくって、マイク向けられて息子がなんかなんとかだんって言えた時に、もううちらも息できんで見てて、ちゃんと言い終わった時の息子の子はーって言えたっていうすごい大きい深呼吸で、園長先生も担任の先生も他の先生もうちらもみんな一緒に、あーよかったと思って、一つ成長したなっていうね。でもあれのおかげで本当にそれから先引っ越しして、転校になってとかもあったけど、うまく周りとこうもじもじしないで
前向きに積極的にできるようになって、なんだろう、ちょっと高い山だったけど、それを一生懸命周りの大人の愛で登らせてもらえて、だからね、うちの子は本当周りの肩に救われてるんですよすごくね、大事に皆さんに育ててもらえて、でもそのお母さんも一生懸命お洋服縫ってくれたから頑張るんだよ、翔丸くん、一緒にお母さんズボン縫ってくれた、お母さんそばにいるよって先生も言ってくれてたみたいで、だからちょっと自分の経験が息子の応援のプラスになった時期があったな、そういえばっていうのをすごい作ってて思い出して、あ、懐かしいなと思って白い生地見てたせいかなんか懐かしいな、そういうこともあったなと思ってね、皆さんに支えられて20年だったんだなって、本当他人様のおかげで育ったんですよ。私ら夫婦も他人様に本当に助けてもらって、近くの親戚がいない、近くに親もいなかったんで、本当にお隣に住んだ方に助けてもらって、職場で会った方に助けてもらって、お客さんにも助けてもらって、育児相談とかね、うちの子これしか食べんのやけどってそういうことあるよとか言ってくれたりね、お客さんにね言ってもらったりして、だってね、こうたくさんの他人様の情を受けて大きくなってくれたなと思いますね。今もそれは続いとるみたいで、あっちで先生にも可愛がってもらって、バイト先でもよくしてもらってるみたいで、よかったなと思って、いろいろありますけどね、おばあちゃんおじいちゃんがフォローしてこう家庭でしっかり育つっていう方もできればそれの方がいいんですけどね、お正月がちゃんとあったり、お盆にちゃんとお墓参りしたりっていうことを、そういうことは教えれなかったんですけど、でも他人様の愛情は素直に受けれる子になってよかったかなって思いますね。親はずっとそばにはいてあげれんからね。はい、今日はこんな感じですね、ビンちゃん。ビンちゃんは今ご飯が食べたくて遊びに来てくれております。はい、それでは今日はまた旅を作りたいと思います。旅作るよ。はい皆様良い一日を。ビンちゃん良い一日を。ぴったり味？そう、カフェイン。ここもぴったんこ。たまに匂いやっぱ匂いかくない。舐める。舐めてあげる。こう舐めてあげて、ここ優しいぜ、優しいぜ。どうしたん、ここ冬になってきてもしゃもしゃやね。増えたね、ハッくん。かわいい。見ていこう。なんなんこれ。やぶさかじゃない。やぶさかじゃない。噛まれたりとかしてもいいんだ。なんなんやろこれ、毛づくろいかな。これ食べる準備なんじゃないか。ほら、なんで噛む、なんで噛む。時折噛むもん。それ分かって甘んじて受け入れとるんや。舐まれたりとかでもいいし、舐めてほしい。もうハックなんか気になりだして、ちょっと止まらなくなった。俺の毛の方がもじゃもじゃしとるなって。あ、俺の足の方がもじゃもじゃしとるな。この足出てきた。どっから足出てきた。そうし、ハックの足の間の毛が長くなりすぎて、この間めっちゃ滑っとったんやな。
毛繕いする気持ちがいつも続かんねん。